ミハイ・チクセント・ミハイのフローモデルによるメンタルステート図。チャレンジレベルとスキルレベルの二軸で表される。ミハイ・チクセント・ミハイはハンガリー出身のアメリカの心理学者。幸福、創造性、主観的な幸福状態、楽しみの研究を行う。フローの概念を提唱したことで知られる。全米教育アカデミー、全米レジャー科学アカデミー会員。 エンサイクロペディアブリタニカの編集顧問の一人、ハンガリー語では、チークセントミハイミハイ。1934年にイタリア王国領のフィウメで生まれる。父親がハンガリーの外交官を務めていたためであるが、ハンガリーの占領を機に亡命する。10代の頃、カール・グスタフ・ユングの講演会を見て、心理学を志す。 1956年、アメリカ合衆国にわたる。1959年に、シカゴ大学を卒業し、学生中に1965年に博士号を取得。作家イザベラ・セレンガと結婚し、1968年にアメリカ市民権を取得している。1970年より、シカゴ大学心理学科教授、教育学科教授となる。1970年代より、 フローが提唱され、1990年の著書、フロー体験、喜びの現象学によってまとまったものとなった。このフローの概念は、ポジティブ心理学の主要な部分を占めるようになった。2000年からカリフォルニア州、クレアモント大学院大学教授に就任。ありがとうございます。